皆さんこんにちは。合格サプリ編集部慶応義塾大学文学部の西室です。英語はどの大学でも入試での配点比率が高く、文系理系ともに合否を決めると言っていいほど重要な科目です。しかし模試などでなかなか点数が上がらずに悩んでいるという方も多いと思います。その原因として考えられるのが、単語など基礎のレベルでの知識があまり身についていないことです。そこで今回は隙間時間を活用して効率的に単語を覚えるために行っていたインプット法とアウトプット法の2つについて、実際に使用していた単語帳を見せながら紹介していきたいと思います。私が単語をインプットするときにしていた方法では、紙を3分割します。でこのような感じで、一番左側に覚えたい単語を赤色のペン で真ん中の段にその単語の意味、一番右側の段に該当単語だけを赤色で例文を書いていました。これが単語帳のどこに該当しているかっていうと、ここに単語がありますよね。でその横に意味が書いてあります。この意味の中で特に赤色の文字で書いてあるような重要な意味を中心に書いていました。で例文はその上の部分に青色の背景のところに書いてあるものを書いていました。で書くときに意識していたのは、そこまでは時間がかかってしまうので書かなかったんですけど、こういう正語とかこういう青文字で書いてある豆知識などもちゃんと読んだ上で書くっていうのを意識していました。でなぜ紙にわざわざ書いて単語を覚えていたかということなんですけど、まずはしっかり一回手で書いた方がスペルとか意味を覚えやすいっていうのがありました。でこの後紹介するアウトプット法にも関わってくるんですけど、単語帳1冊よりも紙1枚の方が軽いので持ち運びやすくて、隙間時間を使いやすいっていうのが大きかったです。次はアウトプット法について紹介していきます。私がアウトプットをするときに心がけていたことは2つあります。でまず1つはさっきも言ったんですけど、単語帳だと重いので紙に書き写して持ち運びながら覚えているか確かめるっていうことです。どのようにやっていたかっていうと、さっき書いた紙に赤シートをかぶせて違う紙に書いてみて覚えているか確かめていました。で紙に書けない状況の時は口に出して読むだけでも言えるかどうかで覚えているかがわかります。でできなかった単語には印をつけておいて、次勉強する時はその単語を中心に勉強するようにしていました。2つ目に意識していたのは、なるべく隙間時間を有効活用してアウトプットするっていうことです。問題演習とは違って、単語の勉強はいつでもどこでもできるのが特徴だと思います。なのでわざわざ時間を作って机に座ってアウトプットするっていうのだとちょっともったいないです。なので私はできるだけ他にすることがないような時に単語のアウトプットをするようにしていました。一番お気に入りだったのが、お風呂に入りながら単語のアウトプットをするっていうので、先ほど書いた紙を大きめのチャック付きのポリ袋に入れてお風呂に持ち込んでいました。で赤シートを使って一緒に持ち込んで単語を覚えているかチェックしていました。単語帳を持っていくのは濡れてしまうのでなかなか勇気がいることだと思うんですけど、自分が書いた紙なら気軽に持っていけます。でポリ袋に入れてしっかりチャックをしておけばふにゃふにゃにもならないのでおすすめです。では次に単語を覚えるスケジュールについてお話ししていきます。私の学校では定期的にシステム英単語の単語を覚えているかチェックする確認テストがありました。なので私はその単語テストのスケジュールに合わせて単語を覚えていました。皆さんの中にも学校や塾で単語テストがあるっていう人もいると思います。そのような人はそのテストを最大限に活用するっていう意識で、そのサイクルに合わせて単語を勉強していけば一番効率が良いのではないかなと思います。そして個数についてなんですけど、1週間に100個だと少し多いじゃないかなと思うので、1週間に30個ずつくらい覚えるとちょうどいいのではないかなと思います。具体的なスケジュールについてお話しすると、私は1年生の時にまずこういう普通の書き方のページを覚えていました。で、2年生になってももう一周この普通の書き方のページを覚えました。そして3年生になってこういう後ろの方にあるようなもうちょっとコンパクトにまとまっているページの単語を覚えました。なので、ここだけは1周しかできなかったんですけど、こういうページ合わせると3年間でこのシスタンを2周したっていう感じです。
ここまでシステム英単語帳を使いながら英単語のインプット法とアウトプット法についてお話ししてきました。最後によくある質問で、ずっと一冊の同じ英単語帳を使い続けるべきなのか、新しい英単語帳を買うべきなのかっていうのがあるので、そこをお話ししたいと思います。私の意見では、一つの英単語帳を完璧にしてきたなら次の英単語帳を買うっていう意識があると思います。例えばこのシステム英単語のベーシックも、一冊をしっかりと丁寧にやれば多くの難関大学の入試での英語長文に対応できるような語彙を身につけることができると思います。一部の私立大学では難しい単語が出たりするんですけど、こういうベーシックとかに載っているような単語をしっかり覚えていれば、そこから類推して解けたりもするので、何冊も単語帳に手を出すよりは一冊を丁寧にやって質を上げていくっていう方が重要だと思います。ただどうしてもこの一回買って始めた単語帳に飽きてしまったりとか、でも手をつけられないくらいなんか自分に合わないとかだった場合は、新しい単語帳を買ってそちらに挑戦するっていうのもいいと思います。で、他の単語帳でのおすすめは、私はシステム英単語でも正直手一杯で手をつけられなかったんですけど、知力界の鉄壁っていう単語帳があって、この単語帳は東大受験生とかがたくさん使ってるやつなんですけど、語源とかの記載が豊富で分かりやすいっていう有名なので、2冊目もし買いたいっていう人はぜひ使ってみてください。今日は英単語の覚え方についてお話ししました。これからも皆さん英語の勉強を頑張ってください。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから、勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。